Good day, ladies and gentlemen. I'm Briareos Kerensky, and welcome to the first hour play of Miss Kobayashi's Dragon Maid Burst Forth, Chorogon Breath. And I'll start without the patch. As the icon and the scrolling text suggest, this game will be in English. Yay! Bushiroda! 雷ゲームス。 I must say I'm not familiar with Kaminari Games. 小林さんちのメイドアゴン、炸裂、チョロゴンブレス。Oh, really? Okay, see you in a bit as... Okay, and we are back. This game likes to take its time in checking data. Even after this game has an autosave feature, it takes a while for it to get going. Game mode はどれがいい? So, switch member, okay. Hopefully I'm doing a good thing by starting this game with an arcade stick. Okay, striking blow needs to go to A. Okay, it's confirmed. I guess so. Well, let's start with story mode. よろしくお願いします。まずは移動だね。上下左右に動かすと画面も移動するよ。ずっと動かないでいると敵の弾に当たっちゃうから気をつけてね。なるほど。次は攻撃だね。ショットボタンを押すとそれぞれ違うメインショットとサブショットを発射するよ。弾を敵に当てるとダメージを与えて倒すことができるからうまく当てるように頑張ってね。わかった。いい返事だね。じゃあ HP について説明するよ。
画面に君たちの HP が表示されているんだけど、敵や敵弾に当たるとダメージで減ってしまうんだ。 HP は一人一人にあるから、うまく交代しながら進むといいと思うよ。ちなみに HP が0になると交代できなくなるから気をつけてね。無理のしすぎは禁物だね。次はいわゆるボムについてだね。画面の下にある D ゲージは時間が経過するとゲージがだんだんと溜まっていくんだ。So, I hope it's... I wish they'd at least use the same terminology as controls. Timing とか危ない時とか計画的にね。これで基礎編は終了だよ。まずはいろいろ遊んでみるといいんじゃないかな。あれ、真っ暗だな。トール、カンナちゃん、エルモ、ルコアさん、Okay, I see on the right edge of the screen something blinking. I really hope it's not a cursor left by the developers. I don't know if it will be seen on the video itself. そうだね。じゃあ明るくするよ。ルコアさん、ありがとう。これで見えるようにって。トール、説明してもらってもいい？私もまだよく分かっていないのですが、おそらくここはファフニールさんのパソコンの中みたいですね。ああ、なんだ、パソコンの中か。って、余計分からなくなった。ルコアさん、どうなってるの？トール君の言った通りかな。さっきタキヤ君の部屋に入った時に感じたけど、かなり強い呪いが溜まっていたみたいだから、理由はわからないけど呪いが暴走して中に取り込まれちゃったみたいだね。なるほど、わからないけどわかりました。小林さん、なんでルコアさんが言うと信じるんですか？私の方が先に同じこと言っているじゃないですか。信頼度の差だな。ドール様、残念。というわけで、ファフニールさんの呪いのパソコンに閉じ込められてしまった対策会議を開催します。うん、まあ突っ込みたいことはいろいろあるけど、それでどうすれば呪いを解いて外に出られるの？なんか変わった呪いだから僕もはっきりとはわからないけど、多分呪いの源を立てばいいんじゃないかな。なるほど、呪いの源ということはこのパソコンの中に強い呪いが感じられる場所があるということだな。うん、ファフニール君が熱心に遊んでいたゲームを成仏っていうか、この場合はクリアかなをしていけば呪いの効力が弱くなっていくと思うよ。I must say I absolutely despise the uneven punctuation in this game, like the uncapitalized T after the question mark or the various spaces in between words and at the beginning of new lines. Or the lack of space between a full stop and a new sentence. I wish there was a auto button. But apparently there is none.小林さん、安心してくれ。私も手伝おう。ああ。でも変だな。ファフニール君にしては呪いの爪が甘い気がするけど。方針が決まったので会議は終了かな。トール、カンナちゃん、エルマ、悪いけど頼むね。任せてください、小林さん。二人ともさっさと行きますよ。
I wish I could read those hints. I really wish I could. まさかこんなことになるとはね。肝心のタキヤ君はいなかったし。そういえばバフニールさんは今日は秋葉原でイベントの行列に並ぶと言ってましたから、タキヤさんも一緒にいるかもしれないですね。タキヤ君もファフさんも休日を楽しんでいるな。一番この世界に馴染んでいるのはファフニール君かもね。出かけているのならメールしたのを忘れているのかな。それとも別の誰かが。みんなおしゃべりもいいが、いくつのゲームをクリアしないといけないかわからないから、早く始めるぞ。早く遊びたい。了解。最初にクリアを目指すのはこのゲームだね。やれやれ、どんなことになるのやら。どこから進めるか悩みどころだね。フィーネファンタジーか。前にタキヤ君が遊んでいるのを見たな。このゲームはやりやすそうですね。懐かしいです。トール、遊んだことあるの？ありませんよ。でも向こうの世界に雰囲気が似ていますから、昔と同じようにすればいいだけです。要は全部壊すって言いたいんだろう。これだから混沌勢は。間違っているけど間違ってはいないか。トール、やりすぎないように気をつけて。トール様、ファイト。はいはい、小林さんは僕が守ってるから、みんな頑張れ。ルコーさん、このフィーネファンタジーってゲームはどんな内容なの？これは剣と魔法の大冒険だね。ちょうど敵に攻められている最中みたいだよ。この雰囲気、なんだかロマン感じちゃうな。Oh, I... okay.定番といえば定番かな。打天使の翼までついて、なんだか設定盛りすぎだね。最近は分かりやすいのがいいのかな。かっこいい。デュラハンなメイドというのはありかな。いや、ないな。ちょっと疲れているな。小林さん、お疲れですか？待っててください。すぐに終わらせます。まだ先は長いからね。呪いもどうなるかわからないし、早く倒した方がいいかもね。ちょっと待て、やつはどうやってご飯を食べるんだ。不憫すぎる。いい加減食べ物から離れてください。エルマ、みんな頑張ってね。私は後ろで応援してるよ。待ってください小林さん。
I just want to see all the special breaths. できたから次かな。小林さん、ちゃんと私の活躍を見ててくれましたか？うん、3人とも上手だったね。安心して戦っているのを見ていられたよ。そうだろう。小林もゲームする？私は人間だから空飛んだりはできないよ。待てよ、もしかしてゲームの世界だから私も強くなったりしているとか。 Yeah, true. I wonder if I Lukoa and Kobayashi will beUnlockable characters and not DLC. Let's see if Kanna. If Kanna gets her life back. Amama de pop no game da na. Takia kun to Fafnir kun ga kawaii kei no game o shiteiru no wa chotto yudai da ne. Ah, well, of course, they're also Iru. Clear できたのか？低俗な人間が作ったゲームは私には合いませんね。つまりクリアできなかったってこと。トール様下手、私の勝ち。あれくらいで勝ったと思わないでください。今ここでリベンジします。はいはい、落ち着いて。でもトールが遊んだことあるなら今回は楽勝かな。このゲームも頼むね。任せてください小林さん。何しているんですか、二人とも。早く行きますよ。長老軍。見ててください。シュガーアスレチックってゲーム、ルコアさんも知ってます？これは子供たちの。 Oh no, Kanna didn't get her life back. And in fact, no one got any health back.
Oh, that's life. あれが普通なのかな。あれがスライムなんですか。トールの世界には本物がいたの。いましたけど、もっとネチャネチャしていて、寝ているといつの間にか登ってきて体がベタついたり、踏んで足滑らせたりして。とさあさあ、おしゃべりはそのくらいにして、頑張って倒してきておくれよ。ああ、みんな頑張ってね。私は後ろで応援してるよ。Also, something I'd like for this kind of patterns is where the hitbox is precisely. I think it's Toru's ribbon. クリアできたみたいだね。小賢しく動き回ろうとはドラゴンの敵ではありません。これくらいでは準備運動にもなりませんね。そういえばこれってゲームオーバーになったらどうなるのかな。多分バグとして排除されるんじゃないかな。場合によってはそのまま電子の海に飲み込まれたり、ゲームの中で同じセリフを言い続ける NPC になったり。マジか。They could have gone for a bit more expressions, especially for Kobayashi. So, Tabemo no item or Mitsuke Yosumi State Dragon or Stemaskido? Taritomo Igami Awanai. Minna the Kyoryuks the Kuria Steko? Kobayashi, Watashi no Koto Homete. Muri Shinayo, ne?なかなか変わった雰囲気。ゴシックナイトメアってゲームみたいだね。恐怖と悪夢があなたを待ち受けるって書いてあるね。チミドロの冒険。人間は変わっていますね。骨やただの布を怖がったりする理由がわからないです。まあそう言われるとそうなんだけど、得体の知れないものは怖く感じたりするからね。それならなんでホラーというものを作るのだ。怖いならない方がいいだろう。怖いのは嫌だけど怖がりたいのかな。大丈夫です。要は全部ぶっ飛ばせばいいってことですね。小林さんには怖い思いなんて絶対にさせませんから。
ちゃんと似合うね。私は知らないけど、リカさんも知ってます？迫力だね。黒くて目も光っててかっこいいな。小林さん、私の方が大きいしかっこいいですよ。ちょっと待ってください。今ドラゴンになって比較を。張り合わなくていいって。あのサイズだと体力もありそうだし、倒すのは結構苦労しそうだね。我々にとってはあの程度大したことはないな。さっさと倒してしまおう。おー、頼もしいね。私がやるからエルマは下がっててください。トールこそ私の邪魔をされても困るからな。うじ、いえ、ここは私が。いやいや、私が。トール様、エルマ様、また張り合ってる。ねえ姉さん、あまり無理しなくて大丈夫だよ。小林さん、優しい。And I'm dead. I was cornered there, and that was totally my mistake.Okay, there are a total of 288 pieces to collect. This is just collectibles.
The fact that you have to eat Elendar to go through the top row of things is a bit disappointing. I mean, you could do that easily with left or right. So what I will do for now, and do this. And see what happens. And let's skip this because we already seen that. Let's skip again. In fact, what I will do is I complete these three stages and then pick up with the next three batch of three. I'm back with the first three set of stages completed. And having the game in easy mode, yes, it makes it a bit faster. I also understood how Kanna destroys incoming bullets, which is thanks to the feathers she scatters every a couple of seconds, 2-3 seconds, something like that. And at least in easy mode, her homing shot is kind of overpowered. It's not like you can stand still and do nothing, but Tachyon Blaze, datte. これは SF ってやつだね。人間たちが未来を想像して作った世界だから、結構手ごわいかもよ。へえ。愚かで怠惰な人間にしては、それなりに立派なものを作るんですね。いや、ゲームだから。ですが、自然がないのはいけませんね。自分たちで自らの首を絞めていることにも気がつかないなんて、哀れみしか感じないです。いや、これゲームだから。ところで、SF って何の略なんだ？スーパーフードの略か？ SF、かっこいい。私に任せろ。タキオンブレイズ。さすがにこのゲームはルコアさんも知らないんじゃない？実はこれ、僕遊んだことあるんだ。バスミール君に無理やりコントローラーを渡されてね。おお、未来感あっていいね。結構好きかも。I missed the treasure, unfortunately. Why are there eagles in the sci-fi stage? Ooh, what hit me? Contact with an enemy is automatic death. Okay, now I know. Okay.
Oh wow, and a YF-23. Okay, that's a bit self-aware. Oi, naka power up shita do? Skoshi kurai tsuyoku natte mo watashi no aite janai desu. Are? Mou ki ga tsuichatta no kana? Dou shita no, Toru? Nani ka wakatta? Ie, hakkiri to wa wakaranai node, mazu wa koitsu o taoshite shimaimasu ne. Ikimasu yo, Kanna. Oh. Well, you are dead, lady. Oh, wow. I didn't want to bomb, but I should have. しないな。これも呪いの影響か？そうだね。呪いが干渉できるゲームが減っているから、その影響かもしれないね。それはまずいな。早く残りのゲームをクリアして、ここから脱出しないと。で、残っているのはモンスタークライシスか。このゲームの敵は恐竜じゃないな。巨大なモンスターたちを武器で襲ったり、罠にかけたりして倒していくゲームみたいだね。 Yeah, I wonder which game inspired this stage. よくやられましたね。逃げたふりをしてこちらを油断させて落とし穴に落とされたり、上から網をかけられたり。人間はどこの世界でも同じようなことを考えるのだな。ところでゲームはあとどのくらい残っている？これでパソコンに入っているゲームは全部だと思うけど、これをクリアしたら外に出られるのかな？クリアしてみればわかりますよ。サクッと倒してきますから待っていてくださいね。私も頑張る。うん、みんな頼むよ。牢族を相手にするみたいでちょっと気が引けるな。超有名だからルコアさんも知ってるでしょ。このゲームは知らないよ。だいたいドラゴンは狩る側だからね。狩られるのは新鮮だね。ちょっとうざいですね。結構ですわ。もらっておきます。
てしまっているせいか新鮮さを感じない。Yeah, one thing I have to do is to reset the audio options so that the enemies don't overpower the voices from the characters. I dodged right into the bullet. Well, you cannot say, really say I dodged right into a bullet. トール、何か様子がおかしい気がする。え、今は発情期じゃないと思いますけど。いや、そうじゃなくて、なんか変にテンション高いというか。もっともっと一緒に遊ぼう。この中は楽しいことがたくさんできるぞ。どういう理由かは知らないが、まずは落ち着かせる必要があるようだな。私も力を貸そう。そうですね。今は話をしても仕方なさそうですね。小林さん、少し手荒になりますけどいいですか？うん、仕方ないか。怪我させないようにお願いできる？はい、お任せください。イルル、行きますよ。少し痛いかもしれませんが、たっぷり遊んであげます。ねえ、あまり無理しなくて大丈夫だよ。小林さん、私Let's see if I pick restart. Okay, start of the stage. Oh! It's full restart with... It's not a continue. Okay. Thank you.
しいね。アクスさんの気持ちも少しわかるな。戻るとしよう。どのゲームモードにするかな。好きにしていいんだよ。設定を変え。決めました。好きな設定にしちゃいましょう。So I was checking if no, there is no screen rotation.This reminds me of the 3DS picture exchange with the Spot Pass or whatever it was called. So I'll cut short just
ゲームモードはどれがいい？どんな感じになるかな？So probably there is one more stage. 戻ろうか。ゲームモード。But I think I'll cut this short. It does look like a decently made shot 'em up, a bit on the cheap side. But due to the collectibles, I wonder if these six stages are enough for all these collectibles. That's the biggest question I have about this game. But anyway, I hope you have enjoyed this video and you'll stick around for more. Briarios Karensky, over and out.